一匹湖は、伊豆半島東岸、静岡県伊東市にある湖で、火山の河口に水が溜まったもの、伊豆東部火山群の一つである。一匹湖の名は、1927年に、杉山参考により命名され、北総の文人、藩中園の竹養老旗の一節、一匹一万五郎から取られた。命名については、長年不明であったが2014年に、 古藩の民家から資料が見つかり判明した。一壁湖は南東から北西に伸びた氷端型をしており、北西側を、大池、市道の橋を挟んで、南東側の比較的小さい面積を小池と呼ぶ。南南西にある大室山から見た、一壁湖大池は西側に十二連島という小島群を持つ。小池はその名の通り沼地、または湿地帯となっており、 足などの植物が繁茂する。小地は水位が低い時には大部分が干上がることもある。一碧湖は伊豆の瞳とも称される観光地であり、1927年には日本百景に選定されている。昭和初期には与謝の鉄管、秋子夫妻が当地を訪れて数多くの短歌を残した。現在ではその花火碑が湖畔に立つとともに、 ヘラブナ釣りを楽しむ場として、またボート遊びやバードウォッチング、さらには春の山桜や秋の紅葉を楽しむ場としても親しまれている。外来種のブルーキルは1960年に当時の皇太子、秋人新能が外遊の際に寄贈されたものを水産庁淡水区水産研究所が食料増産を図る目的として飼育。その後、一壁湖などに放流されたことが、 きっかけとなり、日本各地に生息域を拡大していった。かつては、関留子と考えられていたこともあったが、火山弾を多数含む、厚い爆発隠れ機関の地層があり、現在の学説では、伊豆東部火山群の活動の一端として、およそ10万3500年前に起きた激しい水蒸気爆発によってできたマールであるとする考えが、一般的である。招知側のくぼ地も、 別の爆発でできた河口で、同時期に、梅木平火山、門の火山、小木火山も一直線上に形成されており、同じ岩盤の割れ目状に噴火したためと考えられている。このような火山が一直線上に並ぶ特徴は、伊豆東部火山群の他の火山でも見られるものである。約4000年前には、南南西におよそ4キロメートル離れた大室山が噴火し、その溶岩流の一部が、 大池の西側の一部に流れ込み、十二連島を作り出した。ありがとうございます。